こんにちは。ギタリスト畑修司です。日本で、衝撃的なニュースが伝えられて、安倍元首相が銃器で、撃たれて亡くなったという、そういうニュースを聞きまして、政治的なことを抜きにして、一人の人間がそうやって、まだ、やるべきことが あるはずですけれども、それを途絶えてしまった、その残りの人生にかけた夢というものは誰でもあると思いますけれども、その夢が絶たれてしまった、その思いを曲でその表現してみたいな。安倍さんの持つた夢は何か僕には分かりませんけれども、そういう思いを込めて、曲を作ってみました。追悼の思いで弾きたいと思います。